ポンチューバー近藤組長ね、が、なんと、帰ってきたんだよ、こうやって。今日。大部屋にいるって今。集中治療室いいんじゃなかったの？10時間前は、集中治療室にいたのに、なんで今大部屋なんだよ、お前。ああ。おかしいだろ、これ。いや、タフガイでも10時間で、で、命の危険がある ICU から大部屋に移されるの、10時間後に。ねえ。10時間だよ、だって。おかしいだろ、これ。で、お前は誰だと。そう。だ、近藤組長もね、集中治療室でいたから、お前頭大丈夫かと。で、誰だと聞いたら、本人つってね。これ、片言しかね、要は、中国人とか韓国人だったら漢字わかるじゃん。だ漢字で返してんね、ちゃんとこれ。カタカナとかひらがな使わないで。そうだ、なりすましてるから。で、あと、マサヤンも帰ってきたらしいよ、この後。マサヤンも。これ。マサヤンも帰ってきました。ソナノと。ああ。3文字だけ。そう。金梅さんお母さんに電話したみたいとかね、したら、金梅さんがね、集中治療室に入ってる時に8時間後にね、集中治療室に入ってる金梅さんが8時間後に、ソナノと。携帯動かして、集中治療室で。だからこれでもまだ生きてるって、金梅さんが生きてるって思いますか？これで。近藤組長とね、マサヤンにこうやって、そんなのとか、本人とか大部屋とかだけ書いて。しかも集中治療室にいる、8時間後と10時間後の出来事ですからね、これ。だこれもね、キャサリンもね、金梅さんひらがなでちゃんとキャサリンって書いてんだよ。最後音信不通でキャサリンってひらがなでキャサリンって書いて、なんか、差し入れもらったって書いてんだよ。それ間違うかね、カタカナで。2回キャサリンひらがなで書いてんだけど。だから、そのね、見た人、キャサリンってさ、イメージね。金梅さんのツイートを見てキャサリンって書いてあったから、じゃあ、キャサリン帰宅後って書くじゃん。その時に外人をイメージしてカタカナに変えたっていうね。第三者が。ひらがなで見たけど、そう、カタカナで外人と連想してカタカナでキャサリンと書いたと。で、あとね、寝てたはずだ、寝てはずって。こんな間違いしますかね？寝てはずとか。金梅さんのツイッター見てるけど、ね、誤字というか、寝てたはずの他が抜けるとか全くないよ。金梅さんのツイートね。こんな誤字しますかね？寝てたはずを寝てはずとか。あとこの集中中ね。なんでこれ集中中で途切れんの？別に、まだ集中治療室にいますでいいじゃん。なんで集中中にするの？で、ちょっと俺も考えたんだけど、集中治療室って、その、金梅さんのがさ、
キャサリンからもらったわけじゃん、その差し入れを。それ寝て、いつの間にか集中治療室で運ばれてたのに、一度大部屋に移ったの。だってなんかヨーグルトとか食ってたんでしょ。で、それでまた集中治療室に入ったってこと。マオがなんかツイッターでヨーグルト食べてたとか書いてあったじゃん。言ってたよね。うん。なんか飯の、なんか金梅さんが飯食べてたみたいな。うん、だそうか、そう考えると、ね、じゃあその、キャサリンに差し入れもらったの寝て、いきなり起きたら集中治療室にいて、集中治療室から大部屋に移って、マオが、金梅さんのヨーグルトとか食べ物を食べたのを目撃してツイートして、その後また、この集中治療室に入ったわけでしょ？うん。まだ集中治療室にいるってことは、もう一回集中治療室に入ったんだよ。で、その後、もう一回10時間後にね、集中治療室から出て、マサヤンにソナノと、その後2時間後に、大部屋本人とね、近藤組長にツイッターしたと。そんな出たり入ったりするもんなの、集中治療室。ああ。おかしくないこれ。そんな出たり入ったりすんの、大部屋と集中治療室を。なんで10時間後に大部屋に移ってんだよ。あ、お茶バカだす。あ、初めての方です、ひらがなの方。いや、これがもしね、金梅さんが台本組んで、まあ、金梅さんもね、自分が LINE しないようなやつやって、普通に大部屋で今、笑いながらね、こうやってスマホ動かして、やってるんだってのはすごいけどね。本当にそうだったら。まあ、それだったらいいけどね、まだね。だそんなことできるかね、ああいう状況で。今大部屋でさ、笑いながら見てんのかね、俺の放送とか今こうやって。俺もびっくりしたのがね、これ金梅と付き合い10年以上だけど一回もリプライ返ってこなかったんだよ。だ俺のやつがこうやってね、28万インプレッションとかになって焦ったのんだろうね。やらかしちゃったんで。そういうの知らないじゃん、第三者は。ああ。そうでしょ、だって。俺がもう、金梅さんと知り合って、もう12年ぐらいになるのかな。12年間一回リプライも返ってこなかったんで。で、俺、あ、これはなんかこいつに言っとかないとまずいっつって、そう。俺、脳症だからっつってね。うん。それだけつぶ、で、俺にリプライしてきたんだよ。12年間初めての。俺から金梅さんに、連絡、あの、リプ飛ばしたことあるけど、帰ってきたことないもん。うん。だから、俺が金梅さんの話題したら、帰ってきたよ、すぐ。すぐっていうか、まあ、3、4時間後に。だ おかしいなと思って、これ本人じゃないのかなって。でさらにマサヤンのソナノと近藤組長の大部屋と本人、うん、おかしくないんだって。同じ時間帯ぐらいにリプライと。でさらに集中治療室を10時間後に出て LINE してんだから、うん、今日の深夜2時に集中治療室にいた人間が朝の10時にマサヤにソナノって送ってんだから、8時間後に。うん、
集中治療室出て大部屋で。で、大部屋っていうのは近藤組長の LINE で確定してるわけじゃん。大部屋にいるって、今。大学生だの、真央ちゃんって。ほら、だからもうこれおかしいや。あのさ、集中治療室に入ってるやつが、冷凍みかんとか食えるだって。集中治療室入ってんだよ。あ、まあ、出たのかもしれないね。今日の深夜2時に集中治療室入ってて、8時間後に大部屋に入って、まさにソナノと、俺に、脳症だよ、俺脳症だよと、近藤組長に大部屋本人って送って、じゃあそれで見舞い行ってきて、ヨーグルトとフルーツとか見てきたんだ。アロエヨーグルトと。大部屋に入ったから。集中治療室8時間後に出て。これいつ撮ったんだろうね、この写真。この写真いつ撮ったんだろう。今日撮ったのかな、この写真。いや、誰もいませんよとかさ、つぶやくから、ね、だって誰もいないことは分かってるじゃんだって。誰もいないなんて。わざわざ誰もいませんよってつぶやけますかね。誰もいないの分かってんのに。なんでそれを改めて強調するんだろうね。誰もいないってこと。ここで洗濯物見せて、これもなんか意味わからない。こういうのもさ、だから集中治療室に入ってんでしょ、うん、まあいいね、8時間前に集中治療室から出てきて9時間前でしょ、これ、うん、集中治った時だったのかね。金林さんが意識取り戻して携帯される状態だと分かってから書いたのかね、うん、9時間前に。だからマサヤンのソナノと近藤組長の大部屋で集中治療室から今出てることが確定しちゃってんだよね。そうでしょ、だってあの LINE で、うん、あの LINE がで下手こいちゃった LINE だったら、うん、あれだけどさ、だ今金梅さんは今集中治療室に 100% いないんで、大部屋にいるんだよ。 100% 大部屋に。金梅の家なの。声も入ってるね。一人は怖い。これ真央ちゃんの声。真央ちゃんの声。これ金梅ファンいないの。します。あ、これ真央ちゃんの声は確定なんだね。
なんで洗濯の玄関に用意したの？洗濯物かって断言してたよ。鍵はあるな。ちょっと怖い。怖い。一人が怖い。一人が怖い。じゃあ洗濯物。これが洗濯物と分かる。これいつなんだろうね。いつの日なんだろうこれ。ここ閉めとくね。今日なのかな。じゃあ、それじゃまたね。たぶん突入はできると思うけど。それは怖い。じゃあ洗濯物ちょっと奥に入れとか。お邪魔します。はい、開いた。まあ今日じゃない可能性もあるから分かんないよね。お邪魔します。ただ声が入ってるっていうのはこれ真央ちゃんの声確定なんですよ。それはでも信頼できる部分だよね。一つだけこれは信頼できる部分。真央ちゃんが金梅の家に鍵持って入れる状態にあるっていうことは確定してるわけよ。いつの動画か分からんけど、これはまあでも今の金梅さん家に誰もいないっていう状況が見たいよね、みんなも。ここ閉めとくね。